世界進出を目指す平野市要、英語力に課題あるも、発音はネイティブなみ、ドラマでも流暢に話す。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野市二26歳、神宮寺勇太、二25歳、岸優太、二27歳。 の三人が5月22日をもって脱退するキングプリンス、イカキンプリ。その翌日となる5月23日は記念すべきデビュー日であり、5周年の大切な節目だった。アニバーサリーイヤーに平野たち三人が下した決断にはファンのみならず、関係者も衝撃を受け、退場する三人の動向は業界の大きな関心事となっている。 歌って踊れて、さらに笑いも取れるキンプリは、スータの人気アーティストを擁するジャニーズ事務所においてもトップクラスの人気と実力を誇るグループだった。先日ある学者がツイッターでジャニーズのタレントについて歌も踊りも下手くそな若い男の子たちの学芸会のパフォーマンスと酷評して炎上しましたが誰からも共感されない論評でしょう。特にキンプリのダンスの実力は別格です。 昨年12月の FNS 歌謡祭りで最高難度の振り付けといわれる月読みのパフォーマンスを見た TRF のサムさんはキンプリダンスやバイナ、特に平野仕様とツイッターに投稿し彼らの実力を高く評価していました。芸能リポーター。キンプリの冠無理番組キンプル。 日本テレビ系最集会で最優秀身体能力賞を受賞したのも平野だった。番組の企画でバーにぶら下がって2メートルの壁を飛び越えたりマイケル・ジャクソンのお箱であるゼログラビジの前軽視性をやすやすと成功させるなど驚異的な柔軟性と体幹の強さを見せつけました。 小学校2年生の時から地元のダンススクールに通っていた平野さんは運動神経もリズム感の良さも抜群。誰の目にも学芸会のレベルでないことは明らかです。前で芸能リポーター。平野は幼い頃からダンスを活かした仕事がしたい。と将来の夢を語り、中学時代は地元名古屋で男性アイドルユニット、ボイズメンの初期メンバーとして活動していた。 ジャニーズ事務所に移籍したきっかけもダンスです。合宿で東京を訪れた際に、光源氏や少年隊を指導した振付師に才能を見出され、オーディションを受けずにジャニーズ入りしました。他のメンバーにも実力者はいます。5歳の頃からヒップホップを習っていた高橋海人さん、24歳の力量もトップレベルで当初は自分が一番。 と自負していたものの、JR 時代に平野さんが踊る姿を見て圧倒されてしまったといいます。テレビ局関係者。互いの才能を認め合い、切磋琢磨してきた5人は、今後、別々の道を歩き始める。退場する3人が目標に掲げているのは世界進出ですが様々な困難も待ち受けています。一番のネックは語学力で、 ジャニーズではよく英語でジョークを言えるようにならなければ海外で活動することは難しいと言われます。日本と全く文化の違う外国でその国の言葉でファンを笑わせることができるようにならなければスタート地点に立つこともできない。これまでにも世界を目指したアーティストの多くが言語の壁にぶつかって挫折しています。前で芸能リポーター。 2021年3月に退除した元金プリの岩橋玄樹、26歳は、ジャニーズ在籍中から熱心に英語を勉強し、今では日常レベルの会話が話せるまでになったという。語学留学でロサンゼルスに行ったり普段から海外の友人と英語で会話するなどの努力を重ねていました。そのかいあって、今年3月にアメリカのエージェント、360、 と契約し、平野さんたちに先駆けて、海外展開の足がかりを築いています。前で芸能関係者。今も岩橋と交流のあるキンプリの他のメンバーも大きな刺激を受け、全員で英会話を習ったこともあるという。平野さんの英語力日本の高校生レベルにも達していないように思えますが耳がいいのか発音だけはネイティブ並み。昨年、放送されたドラマ。 黒詐欺でも流暢に英語を話す姿が話題になりました。前で芸能関係者。米印女性セブン2023年6月1日号。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。